彼はファデュイ最初の執行官で、今の執行官たちのリーダーでもある。ただ重要な場面でしか姿を見せないんだ。彼の功績については正直興味がない。俺が忠誠を誓うのは女皇様だからね。昔戦場で彼の戦いを見たことがある。その姿はあまりに勇猛なものだったよ。ただ俺の席は後ろすぎる。多分彼は俺のことに気づいていなかっただろう。けどたとえ今日見向きされなくても、明日こそは俺の実力を彼に見せてやりたい。彼は年齢別に自分の擬態を作って様々な任務を担当させているらしい。しょうがないさ、俺の同僚はみんな変わり者ばかりだからね。でも逆に考えよう。仮に俺が自分の擬態と出会ったらきっと生き残る方を決めるためにそいつと戦うことになる。ファテスの席は実力によって決まる。けどなんであの子が第3位にいるのかはよくわからないんだ。もし機会があったら俺より前にいる執行官たちと一度戦ってみたいね。ただどうしてか彼女とはあまり戦う気が起きないんだ。とにかく君も気をつけた方がいい。打算的な人は別に嫌いじゃない。何しろ俺がファデュイに入ったのだって戦う機会がもっと欲しいからだ。けど俺はどうしてもこいつのことが気に入らない。裏切ることで利益を手にできるのなら、彼女は躊躇なく女皇様に刃を向けるだろう。彼女の目には狂気しかないからね。俺は義理や人情といったものがよくわからない。けど彼が本当に俺のことを助けたいと思っているのは知っている。俺を見る時の彼の眼差しはまるで家族を見るもののようだよ。ああ、そういえばトーニャとテウセルからの手紙には、彼がうちに送ってくれたパイやプレゼントのことがよく書いてある。どうやら俺が東国を離れている間、彼は約束通り俺の家族の面倒をよく見てくれているみたいだ。研究に没頭している人らしい。ということはあれらの機械も彼女と何か関係があるんだろうか。とにかく彼女と会ったのはたった数回だけだというのに、いつも俺を殺したそうな目で見てくる。彼女を怒らせるようなことをした覚えは全くないんだけどね。ああ、壮大な計画ばかり考えているあの野心家のことか。彼の理論は全くもって頭に入ってこないよ。とにかく不測の事態に備えた資本が十分にあるならそれでいい。君も知っていると思うけど、俺は彼女と馬が合わないんだ。それに今となっては彼女のことを語る必要もないだろう。ファティスにとって式は自分で決められるようなものじゃない。でも安心してくれ、何があろうとも俺は全力で生きていくから。彼は神の心を手に入れた後、俺たちとの連絡を絶ってしまってね。だからその心を取り戻すために行動を開始した。俺はいろんな場所を回るのは別に構わない。もしかすると偶然どこかで君に会うかもしれないね。